ワンダフルフォーミュラ、アロロン、キャラクター紹介。キャラクターモデル、フェルナンド・アロンソ。史上最年少でワールドチャンピオン2連覇を達成したカンガルー F1 子。7回のワールドチャンピオン、ビクトリーレッドのミカエル・カイザーからワールドチャンピオンを勝ち取った。印象に残るレースとして、イタリア・サンマリノグランプリ、先頭を走るアロロンより2秒速いマシンで攻め立てるミカエル・カイザー。しかしアロロンは全ての攻撃を完封し優勝を勝ち取る。この優勝が新王者を予感させ現実になった。去年の日本グランプリではミカエル・カイザーの後ろコンマ5秒につけるアロロン。20周にも及ぶ凍りつくような緊張感あふれる一騎打ちが続き、ファイナルラップのデグナーコーナーでミカエル・カイザーのマシンから白煙が上がり、バトルは終了。アロロンがトップチェッカーを受け、2度目のワールドチャンピオンを連覇で勝ち取った。皇帝を倒した最強王者として、アロロンが時代を引っ張る F1 子と言われている。アロロンはとても勤勉で、ワンダフルフォーミュラの分厚いマニュアルが全て頭の中に入っている。マシン、ドライビング、ルールのことを人一倍勉強する分析オタク。そして日本のアニメ、フィギュアをこよなく愛し、日本に来た時には必ず秋葉原に立ち寄るオタクである。ファンからもらったあるアニメキャラクターのフィギュアを自身のマシンに置き撮影し、スタインにアップ。日本のオタクファンの心をわしづかみにした。物語が始まる本年、チームメイトに F1 子兼校長として4度のワールドチャンピオン、プロフェッサープロロが加入。チームとしても F1 子としても3連覇を目指す。エンジニアシー、エンジニアシー、私たち F1 子のゲームが出たから一緒にやってみよう。アロロンはどんな感じなのかにゃー。へー、バツスキル後頭部エンジンって一体何だってばよ。次回はプロロキャラクター紹介。